ウルグベク天文台地下のアーチ部分。ウルグベクの時代には壁は研磨した大理石でできていた。ウルグベク天文台はウズベキスタンのサマルカンドにある天文台である。ウルグベク天文台はティムール町の君主であり天文学者でもあったウルグベクにより1420年代に建設され中世イスラム世界において有数の天文台とされている。ウルグベク天文台には ジャムシード・カーシーや、アリーク・シュズイー、そしてウルグベク本人といった、中世イスラム世界の有名な天文学者が多数、勤務していた。ウルグベク天文台は、ウルグベクの死後1449年に大部分が、破壊され、約450年後の1908年に、地下部分が発見されることとなった。中央アジアにおいて、天文学研究の中心地であった。 ウルグベクマドラサ天文台の地下部分1420年、偉大な天文学者であったウルグベクは、サマルカンドにマドラサを建設し、ウルグベクマドラサと名付けた。このマドラサは、天文学研究の中心地としての役割を果たし、最盛期には60から70人の巧妙な天文学者が研究を行っていた。1424年、ウルグベクはマドラサにおける、 天文学研究をサポートするための天文台の建設を開始し、5年後の1429年に天文台が完成した。ウルグベクはアリーク・シュズイなどの学者と共に当時はサマルカンド天文台と呼ばれた施設で天体観測を行っていた。アリーク・シュズイはウルグベクが死去するまで天文台で働いていた。他にもカーディ・ザーダイコール・ルーミーや ジャムシード・カーシーといった当時の一流の天文学者がウルグベク天文台に集い天体観測を行っていた。しかし、天文台はウルグベクが死去した1449年に保守的なイスラム教信者によって破壊され、サマルカンド出身のロシアの考古学者、バシーリー・ビアトキンが天文台の正確な位置を記した文章を頼りにウルグベク天文台を1908年に 発見するまで全く知られることはなかった。天文台の発掘作業を行う中で、ビリアトキンは天文台で使用されていた最も重要な天体観測施設である太陽の南中を決定するための観測施設を発見した。幅2メートルの溝が四五線に沿って丘の地下に掘られており、溝は地中でアーチ状になっていた。今日では天文台の位置には 元の構造を示す円形の基礎部分と扉があり、扉はファフリーの六分木の地下部分へとつながっており、この部分には屋根がついている。六分木は全長11メートルであり、かつては周りの三層構造の一番上にまで達していたが、地震から保護するため地中に配置されていた。半径は40.4メートルであり、当時としては世界最大の小原儀であった。 中世トルコの天文学者によれば4、5000個の半径は約50メートルであり、イスタンブールにあるハギアソフィアモスクのドーム部分と同じ高さであったとされている。建物の全高は21メートル、敷地は南北170メートル、東西85メートルにわたっていた。天文台では精密な天球儀やアストロラーベを用いた太陽、 月及びその他の天体の観測が行われており、サマルカンドで働いていた天文学者は、四五面上の太陽の高さと天頂と、赤碑からの距離を用いて、毎日の正午の正確な時刻を計算することができた。1437年、天文台を用いた天文学的な研究により、1260から1270年代に価値のある三角関数表を作成した。 マラーゲ天文台において作成されたイルハンチョウ時代の製表を更新した。随時スルターニーには改良された惑星のパラメータと1018個の星の座標の位置が記載されていた。これは、プトレマイオスやアルスーフィーの仕事の単なる更新ではなく、天文台における独自の観測に基づいていた。実際、ウルグベクト天文台勤務の学者たちは、 石碑と設計を用いた構成の位置の決定の冒頭部分において単なる更新では見られないはずの多くの不正確な計算を行っている。プトレマイオスの時代まで2022個の星が観測されていた。プトレマイオスはアルマゲストの星の一覧にこれらの名前を載せた。これらの星は6等級に分かれる。一番明るいものが1等星、一番暗いものが6等星である。 それぞれの等級はさらに3つに分類される。星の確認を行うため、21個が王道の北に、12個が王道体に、15個が王道の南に位置する48個の星座について考察した。星々の大部分は星座の形を成す位置にある一方で、その近辺にある星は星座を形成しない星に指定された。 アブドアルラフマンアルスーフィーは有識者にとって有益な書物、星座の書を表している。これらの星の位置の観測を始める前に、我々は書籍に従って星々の位置を天球儀上に配置し、我々はそれらの星の大部分が見かけの位置と異なっていることを発見した。この神の説理を見て我々は独自に観測を行うことを決定し、 スーフィーの仕事が行われた当時から星の位置が移動していることを発見した。星の位置が移動するという一般的な考察のもと、星の絶対的な位置を与えると、肉眼による観測と違いがなくなった。一覧表において、我々は、ヒジュラ歴841年初頭における星の位置を示した。これにより70太陽年で一度進むという過程のもと、 いついかなる時の星の位置も計算できる。ウルグベク天文台で行われたこれらの発見や研究は当時の天文学者にとって日食を予測し日の出や天体の水位の時刻を計算する上で極めて重要なものであり彼らは高青年を365日6時間10分8秒と計算した。これは約600年後の現代の計算によって得られる。 数値である365日6時間10分9.6秒と約2秒しか違わないという正確さであった。1449年に天文台は破壊されたが、その後も約75年間にわたってサマルカンドで天文学の研究が続けられた。随時スルターニーは1437年にウルグベクにより出版された天体や星の一覧表である。これは、 サマルカンド天文内で、ウルグベクの庇護のもと働いていたムスリムの天文学者グループによる合作である。これらの天文学者の中には、ジャムシード・カーシーやアリー・クシュズイなどの巧妙な天文学者が含まれていた。ウルグベクは、太陽年の長さを365日5時間49分15秒に決定した。これは、実際の値とプラス25秒の誤差であり、 ニコラウス・コペルニクスによる計算のプラス30秒の誤差よりも正確な値を計算していた。ウルグベクは地球の赤道傾斜角も計算しており、赤道傾斜角を23.52度と計算した。これもコペルニクスやティコブラーへの計算よりも正確なものであり、現在に至るまで最も正確な値である。天文台の外観ウルグベク天文台博物館は、 ウルグベクの功績を称えて1970年に設立された。ウルグベクの製氷と随時スルターニーを復元したものが博物館内に展示されている。オリジナルはイギリスのオックスフォードにある。ありがとうございます。